103人の人質になっておられる、拘束をされておられる日本人の方々の状況について、今現在は残念ながらどのような状況にあるかが確認をされておらないわけでございますけれども、引き続き全力を挙げ、一刻も早い事件の解決に力を尽くしてまいる所存でございます。冒頭、私からは以上の発言とさせていただきます。メッセージにつきましては、慎重にそのメッセージの中身について、確認を現在もしておりますし、またすでに期限が過ぎたものもあるわけでありますが、いずれにいたしましても、寄せられたメッセージの審議、内容、中身については、情報収集をしながら、慎重に確認をするという姿勢で、問題の解決に当たらせていただいております。それぞれ寄せられた